ファイナルファンタジー。はい、続きからねやっていきましょう。リーザス村、そっか、リーザス村だったね。うん、ちょっと 2,3 日空いちゃったんですよね。はい、戻ってきました。うん、どこに行くんだ。あ、そうだ、マリベルを追いかけなきゃいけないんだ。うん、前回確か屋敷でネズミを使ってマリベルの部屋に忍び込んでいろいろとね、ガサガサしてきたから、今回はマリベルを探しに行くと。うん、さあ行きましょうか。で、現状はレベル7の MP23、道具はね、相変わらず、あ、え、力の種ってなんだこれ。なんだこれ、いつ手に入ってんのこれ。使おう。うん、よし、行こうか。うん、でね、どうしよう、戦っていこうかな。あー、どうしよう、とりあえず戦っていくか。とりあえず戦っていこう。スキッパー、多分サーベルキツネっていうか、こいつら両方とも速いよな。で、ボミオスかけられちゃったしな。え、強くない？え？え？マジ？危ねえ！危ねえ！これ一応やばいな、これ。あ、死んだ。2発で死なないだと。次30。はあ！チートばかしレベル上げするか。チートばかしレベル上げしようか、これ。これまずいな。とりあえず生き返らせないと。うん、ちょっとレベル上げするわ、レベル上げ。うん、そのもしかしたらモンスターからね、ドロップがあるかもしれないしね。ちょっと道具屋見ていい？道具屋見ていいか？ちょっとだけ見して。買わないけど。あれだな、武器よりやっぱ防具だな、問題なのは。で、リーザス村より左に行ったら多分敵が強いから、右側でちょっとレベル上げしてから行こうか。うん、ちょっと10ぐらいまで一気に上げようかな。うん、10ぐらいまで上げないとマジできついと思う、これ。
大槌ですら2発で倒せないんだよ。ちょっとレベル上げします。はあ、レベルアップ。おー、5ポイント。できればやっぱ格闘がいいよな。やっぱ格闘がいいよな。じゃあポンゲルーレットいきます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ここ口笛。あ、いいじゃん。歩き回れなくてよくなった。結構来。じゃあ口笛使おう。うん、おお、いいね。8得ても、8スキルポイントは3。剣狙いだな、うん、剣狙い。やっぱ剣装備してるから今。剣狙いでお願いします。いきます。ここかな。はい、まあそううまくはいかんよな。うん、ヤンガスポイントめっちゃもらえるね。前回人情だったかな。もうどこでもいいわ。もうできればなんか打撃こわ。ほわ、まあ何も覚えないんだ。初めてなんか言って当たった気がする。お、いいね。うん、立て続けに得ても9、スキルポイント2、少ない。剣だ、剣。いや、格闘上がったんだったら格闘でもいいか。ちょっと待ってね。そういえば最近このエテのコントローラー連射機能がついてることに気がついたから、ちょっと待って、どうやって使うんだ。ターボ、いいや。今まで通り連打でいきます。いきます。あまり早かったらね、なんか回数とかでなんかごまかしてるんじゃないかって思われるから、うん、まあ見てるって言われたらもう元も子もないんだけどね。ここ!マジブーメランとかいいわ。よっしゃ、10、6ポイント大きい。時間かかった。10まで長い。まあけど今後もっとレベル上げはね、苦行になるんだろうから、こんなところで泣き言を言ってる場合じゃないな、うん、この6ポイント、やはり打撃だな。うん、打撃で止めてくれ、頼むよ。打撃で止まってくれよ。あ、ちょっと待って、あ、まあいいや、後で戻す。1、
もう一個ぐらい、もう一個、ここ、はい。斧。ちょっと待って、斧。まあまあけど斧がね、うん、手に入ったらさぞかし楽になるでしょう。うん。14、よし。はい。巻き割り名人。斧装備時に攻撃力5。まあいつ斧が手に入るか、そこが重要です。きたー、3ポイント。なんかこれやばいな、平均的に上げちゃってるよな完全に。これスキル振りどんだけ下手くそやねんっていう振り方だよな。これ小学生の方がまだうまく振るよ。これスキル3ポイントも、これはもうどこに入っても一緒だよな、もうこうなってくると。どこでもいいよ。ここ。ほう。これはまあ嬉しいかな。うん。いつまでこの剣装備が続くか分かんないからね。うん。ってことなんで、レベル10になりましたね。うん。強さ。レベル10。最大 MP が。32だから16回打てるか。ホエミ16回分で、ヤンガスはまあ MP 魔法も特技も何もないから、うん、口笛しか吹けないからこいつは。うん、まあ一回行ってみるか。うん、宿泊まって行ってみましょう。うん。